まあサブチャンネルなんですけど、これサブチャンネルね。まあお祭りに来てるんですよ。いつぶり、今年のお祭り行った？祭り行ってない、行ってない。そうなってくると去年で、てか多分去年も行ってないかもしれない。いやお祭りは通ってるけど、ああそう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 、楽しんでないね。なんか買ったりとかしてないんだよな。間違いない、超うまいじゃん、うん、焼きそばとかさ。俺でもうまいって、俺がうまいってものが全部集まってるそうね、ストレートなやつね、うん、ストレートなやつね、うん、やっぱ選んでくるべきだから。死ぬほど買ってくるわ。死ぬほどはいいけど、ちょっと好きなのはちょっと、はい。祭りですね、すごい。あ、広島風お好み焼き買おう絶対。あれ汚いの、すいません、一つもらっていいですか。すごくない、これ絶対美味しいじゃん。あとなんだろうな、普通にステーキうまそうだな。ステーキ買おう。すいません、一つもらっていいですか。はい、いらっしゃい。めちゃめちゃ買ったぞ。いや、ちょっとね、もっと買いたかったんだけど、ちょっと並んでたから。おかしいよ、言ってることがでも、ちょっと俺結構テンション上がってる。うん、多分俺が最近待って、うわー、やばい。なんだこれ、何する、これはイカ、ポテトか、ポテトか、いやポテトじゃない、イカだった。あーいいいいね、クオクオクオク。じゃあもういただいていいですか。はい、腹減りすぎてさ。いやもうフランクフルトとかもう食うでしょ。これ何、それはチキンステーキ。ラムネも僕ない、いただいていいですか。もうラムネあるイメージない。いやラムネ素晴らしいよアホみたいにうめえぞ。はい、絶対おいしいな、全部うまっ。いや、これほどまでに体調のこと気にしないで作ってる人いないよ。全部体に悪いもんな。ってことは全部おいしいしな。あ、絶対うまい、ダントツでうまい。おいしい、素晴らしいわ。無条件に出来たてなんだよね。そう、うん、ありがとう。イカもおいカンタ、はいでいないじゃん食いすぎて俺がフェードアウトするとき。いやもうずっとフェードアウトだよ。マジ？ここまでしか入ってないんだよ。ちょうどレンズで見えないんだよね。そう、こっちは。あ、入ってはいるの多分。入ってるよね。あ、今入ってる。ヨンケイさんがめっちゃ懐かしいよね、一つ一つがね。なるほど、弟とか行ったらそれはそれで楽しみだもんね。確かにね、ついてってみたいなね、フランクフルト。うまっ。ラムネ飲みたいもん今。ラムネだよね、絶対ラムネ飲みたくなんだよ。絶対ラムネなんだよ、昔からのあれなんだよ。うん、うまいよ。今の子、ここのくぼみの理由とか知ってんの。引っ掛けんだよね、うん、で飲めるといい。しかもこれ瓶じゃなくなってる。そう、ラムネってさ、前はさ、瓶でさ、回収してたよね、ラムネの瓶。え、瓶じゃない。いや、めっちゃ言うじゃん。ポテト買ってきていい？目の前だから、目の前。いや、まあ、ありまいな、ちょっと。ポテト絶対うまいし、うん、買ったじゃん、無言で。うまいから、いいけどさ、マジでうめえな昔思い出す。お腹いっぱいだった。めっちゃもらえた。お腹いっぱいになっちゃった。え？ポテトの時間で。めっちゃ買った。めっちゃ おまけしてもらえる。おまけしてもらえた。古き良きだわ。俺豚汁買ってきたいんだけど。いいよ。豚汁込みだよ。すぐ食べよう。あ、マジ？めっちゃ食う…ね、お前ちょ、待って食えない。いやいや、まだ、お前これ食わないのに豚汁食う。豚汁食いたい。いや、お前これ食ってないじゃんいや、苦しそうな顔してんじゃん。どっちのラムネか分かんねえし。うん、お前さ、じゃんけん負けてんじゃねえ。なんで分かったの、なんで分かったの。絶対じゃんけん負けたろ、お前。いや、勝ったわ。いや、勝ったら2本なんだよ。いや、勝ったら2本で、アイコだった、アイコ。アイコ、一番しょうもねえわ。いっちゃんしょうもねえ、アイコ。いや、お前、フランクフルトはね、それ食べて、フランクフルト食べて。いや、ファンがめちゃめちゃなっちゃうよ。同時に食えば。
これですよ、今ね。こっちの口だったのに。いらない食べる。あー、バカねえね。お父さん、お父さん、ロケーション兄貴でさ、めちゃめちゃうまくなるってのはない。これだって、今ね、おしゃれなフランス料理出てきたら無視するもん。うん、いや、これあるんで蹴り倒すもんな。いや、ちょっと避けるぐらいで、うん、いや、今これあるんで、僕らに。うん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 。そのフランス料理屋でこれ出てきたらちょっと避けるけどさ。やめてくださいって。それどうじゃないけど失礼なんで。いや、なんでこれ失礼な料理なんだ。はい、ということで、じゃあ久しぶりに熱いで暴飲暴食してみます。はい、うん、これはじゃあ、ご飯の熱いでお会いしましょう。ありがとうございました。